高一。どうしたの？早いよ歩くの。今は普通の人と違うんだから。私ごめんね。高一、ベビーベッドとかもったいないから、やっぱりみんなリースで。ね、聞いてるの？え、ああ。何かあったの？最近ちょっと変よ。いや、何でも。嘘。夕べだってこっそり通帳見てたじゃない。え、何か私に隠し事してるの？はっきり言って。走っちゃダメか。あの金使っちゃダメか。本当にこれで最後だから。車買うの？子供が生まれるのよ高一。ごめん。本気？ねえ、本気で言ってるの？そんなのってないよ。そんなのってこの3年間私は夢を見てきただけだっていうの？分かった。こいつの好きなようにすればいい。でも私はもうついていけない。走りに行ったこいつをずっと不安な気持ちで待ち続けるのはもう嫌なの。めぐみ、もういい。子供は私が一人で育てる。宮崎へ帰る。私、こいつは私たちの子供との幸せよりも車の方が。私弱虫だからこれ以上ついていけない。たった一台の車のために大事なものをなくしてしまった。愚かな男だな俺は。だけど一旦走り出したらもう止まれないんだ。BNR3 に俺はこの手でこいつを本物の竜にしてみせる。待て、平本。よう、早かったな。電話から30分も経ってないぜ。よう、こいつか。新しく買ったのノーマル？ああ、ノーマルの足にタイヤとホイールかましてるだけ。あとチンキャラ公認マフラー。ダメだこんなんじゃ。ああ、だから3年ぶりにお前に会いに来たんだよ。分かってるって。また湾岸走る気なんだろ。待つ、お前の作ったエキゾーストが欲しい。頼む。任せとけ。飛び切りスペシャルなマフラーを作ってやっから。へへ、平本よ、お前のそういう目久しぶりに見たぜ。いいね、やろうじゃねえか。もう一度。平本さん、お客さんですよ。失礼、平本さんですが。はい、確かこの男北見さんのガレージにいた。あ、黒いターボ。まさかあのブラックバードか。車が仕上がったそうです。北見さんがあなたにそう伝えてくれと。わかりました。すぐ昼休みですから取りに行きますよ。待ってますよ、俺が送っていきますから。Z31 はコンスタントに300で行くエンジンなんですか？え？実は今日北見さんにそのことを聞きに行ったんですよ。そしたらそういうことはあなたの方が詳しいと。 Z31、 つまりワンターボシングルカムの VG30 ですよね。ええ。確かに VG が現役の時は矢田部で300オーバー出てます。でもそれはブロー覚悟のワントライセッティングで
ファイナルもかなり極端なものが入ってたりするんです。なるほど。ストレート、特に今の湾岸などのアクセルのオンオフが多いところではそういう仕様はトップエンドだけで意外と戦闘力は。まさか先日250のクルーズをぐんぐん追い上げてきた Z31 がいたんです。コンスタントに280をキープしてましたね、あの Z。 原田だ、そこまで仕上げていたのか、あの Z31 を。心当たりがあるみたいですね。じゃあ僕は帰りますから。おう、サンキューな。どうですか、車の仕上がりは。乗りゃわかるよ。ところでもう買ったのか。え、 R だよ、 GTR。 え、そうか、楽しみだなそりゃ。どうすればこういうフィーリングに持っていけるんだ。俺は叶うだろうか、あの男が組む最強の車、悪魔の Z に。月一のサーキット走行とワインディングがメインという車です。 OKOK、 お安いことよ。で、あと何台持ってこられるかな。とりあえず2台を。頼むぜ、とにかく金が欲しくてよ。ところで全然手をつけられてないですよね、どうしてですか。俺が俺の意思でこいつを直すわけじゃないのさ。Z が反応した。今、確かに。アキオ。この男。この男だ。悪魔の Z をドライブするのは、この男だ。Z は。ここだ。助けてやれなかった。だけどもう一度お前と走りたい。今度は俺の番だ。お前を元通りにしてやる。これで決まったな。Z とこの男の意志がはっきりした。目を見りゃわかるさ。もう一度この Z を蘇らせる。助かったよ、こいつを貸してもらって。社長には内緒ですよ。いいぜ、ガソリン代ぐらい請求しても。きちんと治りますかね、このボディ。ボディーワークはボディーワークのプロに頼む。それも10年以上前にこの悪魔を時速300キロに耐えられるようにした男に。そういう人がいるんですか。いる、ボディーワークの天才、鉄とアルミの天才がな。ここ？ああ、お前んとこもここに出してんじゃないのか。いえ、うちは今出してません。なんで。少し仕事にばらつきがあるので。いや、久しぶりです北見さん。うちでボディ修理ですって。ああ、どうしてもお前でなきゃダメなんだよ。無理だ、ここじゃあれだけのダメージを完全には直せない。こいつをもう一度頼む。これはまた派手に。オッケーオッケー、大丈夫ですよ。うちには本当いいスタッフがいますから。あ、そうそう、ドイツ製のフレーム修正機も入れたんですよ。いいスタッフ、ドイツ製のフレーム修正機。何を言ってんだ。は？お前が一人でやるんだよ。当て板とハンマーで歪みを直し、切り張って溶接してスポット入れて、1から10までお前がやるんだよ。ふざけたこと言わないでくださいよ。俺はもう昔のままじゃない。1ヶ月以内に仕上げろ。え？今度は330キロに耐えるボディだ。330キロ。何よりも硬く、そして何よりもしなやかなボディに仕上げてくれ。
この悪魔はお前にしか治せない。悪魔？これは。ああそうだよ、頼むぜ商売上手な板金小僧。悪魔の Z。 とりあえずメーターで300キロに届くようになったな。ああ、でもブースト 1.5 だ。これじゃちょっとリスキーすぎる。あと250から300キロまでの到達時間が長い。完全に空気に負けてる。とにかくブーストは 1.2 で。どうした平本？後ろからすごい勢いで1台来る。 Z31 か。 Z31？250 のクルーズをぐんぐん追い上げてきた Z31 がいたんです。原田？原田か。浦本さん、ついてこれますか？ここから。バカ！本当にあれが VC エンジンなのか？かなりのメイク&トライを繰り返したんだろうな。いつだっているんだな、湾岸には。常識をはるかに超えたマシンってのが。すごいよな。不利を承知であいつはあの車で行ってる。俺にはできない。俺は確実に行ける R を選んだ。あいつの方が上だよ。やつはあの Z31 がすごく好きなんだろうな。だからずっと Z31 にこだわっていくんだ。お前だってそう。GTR が好きなんだよ。昔よく俺に言ってくれたよな、お前。ほんの少しでも迷ったら最高速は終わりだって。命を乗せて走るマシンは本当に好きじゃなきゃダメだって。セットアップは始まったばかりだ。落ち込む暇なんてねえぜ平本。ああ。R 買ったんですね。驚きましたよ。程度のいい中古があったんでな。仕様は TD-062 機にエンジンはカムとカスケット。コンピューターはどこ？いや、ノーマル。年長は F コンをセッティングして。平本さんらしいや。原田、よく仕上げたな、あの Z31。 大変だったろ。素晴らしいと思うよ。でもないですよ。だけど気をつけろ、少しドライブがラフだ。湾岸を、いやスピードを甘く見るな。いつだって突然裏切ろうとするぞ。松、いるか？今配達に行ってるよ。お、じゃあまた来ます。これ以上うちの子誘うのやめておくれ。やっと最近仕事に本腰入れるようになったのに、またあんたが来るようになってから。あんたはずるいよ。人のいいうちの息子をいいように利用してるだけじゃないか。もう二度と来ないでおくれよ。わかりました。6月18日、無事生まれました。3250g の男の子です。私はもうついていけない。私弱虫だから、これ以上ついていけない。やるべきことは全てやった。どんな小さなことでも納得いくまで手を入れた。最高のエンジンになった。だけどもう一つ何かが足りない。待つ。この前うちのお袋に何か言われただろう。たく、あのクソババアは。ところでできたぜ、次のマフラー。松、もういいよ。
お前の作ったマフラーは。あ？はっきり言うよ、所詮素人のマフラーじゃ今の車には無理だ。パワーが出てない。どこが、どういうとこがダメなんだ。全部だ。欲しいのはデータに基づくきちんとパワーが出るマフラーだ。素人が勘で鉄パイプ曲げてるようなものじゃダメだ。人のいいうちの息子を利用してるだけか。鋭いな、お前んちのおふくろ。その通り、器用なお前を利用してただけ。もういいよ平本、もういい。じゃあな。とりあえずこれは置いていく。気に入らなければ捨ててくれ。友達とかそういうのどうでもいいよ俺。ただお前が俺のマフラーを一番よく分かってくれてると思ってただけだ。分かってるさ、十分すぎるほど。待つ、どうしてお前はこんなエキゾーストが作れるんだ。これだよ、最高だ松。最後の最後に欲しかったもの、飛び切りのエンジンを生かす、飛び切りのエキゾースト。いける、最高の GTR になる。